今回はアプローチの練習法ですアプローチ得意な方不得意な方いらっしゃると思うんですけれどもスコアメイクにとっては非常に重要なポイントですでアプローチというのはもちろん距離感も大事ですで距離感も大事なんですけれどもその次に大事になってくるのは今度高さのコントロールなんですね低い球を打ちたい中ぐらいの高さなのか高い球なのかもちろんゴルフ場によっては傾斜もありますしいろんなハザードがあります でどういう球を打った方が一番ピンに寄るかというのを最初にイメージしますそしてその球通りの高さをコントロールできるかというのがその次のポイントになってきます。でここでご紹介したいのは低い球高い球球高の打ち分け方なんですで基本的に低い球を打ちたい時というのはこのクラブのロフトこれを立てます。当然こう立ててた方がが低い球が出て 当然上を向けば向こうほど高い球というのが出ると思いますで低い球を打ちたかったらちょっとロフトを立てるでこのクラブの状態に合わせて自分の立ち位置そしてグリップというのは決まってきますそうなんですアプローチの基本でやったようにですねインパクトの形で構えるというのが非常に大事になってきますで低い球を打ちたかったら自然とボールの位置手の位置はこうなってきますでこの形に 肩を回して戻すだけそうすると同じロフトの角度で当たるので低い球が打てるようになってきますそれでは実際やっていきましょう低い球を打つにはロフトを立てるその位置に立って手の位置もつけるこれでもう低いボールの構えができましたあとは肩を回して戻すだけこうすることによって低い球が打てますで高い球はこの全く逆です 今度はロフトをパッと上に向けて高い球を打つそうするとこのグリップエンドの位置も左ではなくてどちらかというとちょっと内側右に入ってくると思いますでそこで構えるで高い球を打つ時にはある程度スイングの振り幅も大きくなってくるのでスタンスの幅も広めにしましょうそしてこの状態要はこれが正しいインパクト高い球を打つ時のインパクトですね このインパクトの形で構えてあとは上げて下ろすだけではやってみましょう少し振り幅は大きめで上げて下ろすそうするときれいに高い球が打てるようになってきますアプローチの基本というのは常にインパクトの形で構えることですねこうやって構えて低い球は打てませんこうやって構えて高い球は打てませんなのでどういういい球をを打ちたたかを決めたら インパクトの形で構えるあとは上げて元に戻すだけそうすると思った通りの高さのコントロールができるようになってきますあとは振り幅によって距離というのが変わってきますのでこの打ち方さえ頭に入れればあなたもアプローチ名人になれるはずですぜひ試してみてくださいアマチュアの多くの方が勘違いしているのはですねパッティングのフォームに関してなんですけれども アッパーに打てば打つほどボールの転がりが良くなるまあ、そう思い込んでいらっしゃる方が多いんですねでパターのヘッドの動きの中でアッパーに打つということは悪いことではないんですけれどもアッパーに逆に打ちすぎるとですねボールの芯を捉えることができなくて表面だけを撫でているような打ち方になってしまうんですねそうすると距離感が合わなかったりやとかあとは芝目に負けることが多いと思うんですで、アッパーに打ちすぎてしまう方というのは基本的に 右肩を支点にストロークしてしててまってるんです右肩が支点となると当然ボールが左にあればあるほどアッパーに行き過ぎてしまうんですね。でこの右肩支点のストロークではなくて逆に左肩支点のストロークに変えてみましょうそうすることによってフォローのヘッドの位置というのは右肩支点の時よりも低くなるはずなんですね。で例えばイメージしていただきたいのはこのビリヤード。 ありますね。ビリヤードの球でこうボールを突くときにポンと先が上に上がってしまう要はアッパーになりすぎてしまうとボールは転がりませんそうではなくてしっかりと芯をポンと捉えてある程度の高さで収めないとボールの転がりは良くならないんですねそのイメージをつけてほしいんですなので右手一本で練習するよりもどちらかというと左肩視点に左手一本で練習しましょう でその時のフォローのヘッドの高さここを覚えておきましょうこのぐらい低い位置にフォローを収めるそうすることによってしっかりとボールの芯を打つことができるんですねでは実際1球やってみましょう,もう左肩を支点左手1本でボールをポンと捉えるでそうすることによってフォローの位置というのはかなり低くなると思いますそしてもう1球やってみます今の位置を覚えてておいてそこに 右手をつけるだけです右手をつけてもこの位置で収めるようにしたいですでは実際打ってみましょうアッパーに打ちすぎないようにして左肩視点にしてしっかりと打つフォローの位置は低めにするとこのぐらいのフォローの高さでフィニッシュすることができればしっかりとボールの転がりは良くなると思いますなので右肩視点でヘッドを大きく上げすぎてしまう方こういう方はどんどんんどんどんボールが転がり ずらくなってですね距離感も合わなくなってくるのでぜひこの左肩視点の練習法でボールの転がりを良くしていきましょうこうすることによってパッティング名人に変化しますパッティングというのはいろいろな要素がありますまず読めないとダメそこに向けないとダメでそこに対してしっかりとストロークができるのか距離感が合ってるのか芯に当たっているのか いろいろな要素があるんですけれどもその中でもすごく大事に思っているのは距離感なんです、まあ、長いパッドですとそんなにワンパッドで入る確率というのはないと思います。何が大事かというと距離感を合わせることそして3パッドしないことというのは非常に大事になってきます。で距離感、まあ、得意な方不得意な方いらっしゃると思うんですけれども距離感が不得意な方というのは何が悪いかというと基本的にはインパクトの強弱だけで距離感をつけようとしてしまっているんです。 なんとなく遠いから強く当てようかなとかなんとなく短いから弱めに当てようかなっていうこのインパクトの強弱というのは非常に難しいんですで、そうではなくてしっかりとしたストロークの中で距離感というのを体で覚えていきたいんですで、そのためには何が必要かというとですね距離感が悪い方というのはカップがありますなんとなく狙い目をつけますまあスライスだったらちょっと左目とか そそこに向かかっっててどれぐらいいののの距離かなっていうのを見ます。でその後はほぼボールしか見ないんです。ボールに向かって構えてボールに向かって当てるボールボールボールなんとなくこのぐらいの感覚だったかなっていうのだけであとは適当に弱めて打ったりだとか、まあ、そういう形で距離感というのは合わなくなってくるんですね。でそうではなくて距離感を合わせるためにはカップを見たままストロークをしましょう。 当然カップがすごく遠くにあったら自然とこのクラブの振りもなんとなくこのぐらいかなって大きくなるはずなんです近くのカップを見たまま振るときにこうやって大きくは振らないと思います近くのカップを見たままだったらあ、このぐらいで転がるかなというようなイメージでインパクトの強弱だけではなくて体で距離感を覚えてくるんですね例えばゴミをゴミ箱に入れるその時っていうのはゴミ箱を見たまま 投げますよね遠くだったら遠くを見たまま投げると思うんですそれをなんとなくあそこら辺だなと言って下を見たまま向こうには投げないと思うんですねで、それがいい距離感の持ち主か距離感が合わない人の違いなんですなので練習ではですねもちろんストロークも大事なんですけれども狙いをつけますそして構えますもちろん真ん中で当てれるように真に構えます でこのセッットアップがでできたらもうボールは見なくていいですカップだけ見ましょうカップだけ見てそこに向かってストロークをするでそうすることによって距離感というのを体で覚えてくるんですねこれをいろんな距離でやってみてくださいもう入らなくてもいいのでいろんな距離に対してカップを見たままストロークをするそうするとああのぐらいの距離感だとこのぐらい体が動くんだなというのが体で体感できてくると思います。 これがいい距離感の持ち主になるんですねなのでぜひ距離感が合わない方はカップを見たままの練習法で距離感名人になってください